있으니 こういう感じ好きだ。こっちに行きましょう。まずは。あー、こういう部屋困る。こういう部屋は探索者的には、動画配信者的には困るな。あ、ちょっと靴の裏にガラスが刺さった。ここも困る部屋だ。よし、コメントのしようがないので、ただまあ、本当に廃墟の部屋です。レジャー施設ってことなので、まあ釣り楽しみに来た人とか、あとは何だろう、サバイバル体験をしに来た人たちの宿泊施設とか、そういう量も作られてたのかな。サバイバルアドベンチャーを楽しもうという人のためのサバイバルっていろいろあるもんね。こういう一つでミリタリーゲームはサバゲーとかしないんかね。今って流行ってんのかな、こういう廃墟とかを使ってサバイバルゲームなんか試合するゲーム。素晴らしい、感動だ。ここまで遠征してきてよかったね。よく旅の記念になりました。取材者のタカちゃん、よく旅の記念になった。どこもかしこも畳がどの辺もめくれてるという、なんかチンなことが起きてます。うお、あ、こっちに繋がってるのか。こうカーテンが雰囲気がある。こう風呂が開いてる。うわ、ここ畳ぐにゃってるな。さて、この回の探索も終わりましたね。それじゃあ下に戻りましょう。とかは全くなかったですけど、動物が山に近いってことになって、洞窟がね、怪しい話でそういうことになってましたね。
과대. バーベキュー用の薪ですかね、それともただ資材が置いてあるだけなんですか。何かしらに使ってた。あ、植え替えのあたりわらか。こちらは行ったかな、行ってないかな、行ってないよ、初めて来た。ここ厨房これなんて読むんだろう。カツオ？ケイだかでいただけるか。すいませんね、これあんまり調べずにこう来たんで、名前とか。とりあえず雪降る前に一軒かなきゃっていうだけのつもりです。特にぶっつけ本番で下見もなし、まあ遠いところの下見もなし、下見もなし、特に事前調査もなし、ぶっつけ本番で来てます。基本自分の動画配信で半分以上で事前調査をぶっつけ本番なんです。ここは玄関の奥側か、こここはね、下調べなしのぶつけ本番企画でやってるんで、ここはご了承いただいて。あ、この感じも好きだな。この実はちょっと赤が取り入れたこの廃墟だった。いかになんか廃墟の中でもちょっとさばきさが出てくるんだよな。Thank you.
バーみたいなところか。全部回ったね。さあもう帰りましょう。右に帰ろう。おいや、ここから5、6時間はかかるのかな。じゃあここで終わりますか。山梨県のとある場所にあるとあるレジャーセンターの背景いかがだったでしょうか。これで一応関東遠征に終了したいと思います。次回からね、また東海地方のタイトパンクが来るかなと思うんですけど、一応もうこれでシーズン2ほぼ最終もう終盤ということで、いよいよ巨大洞窟の解明に乗り出したいと思います。で、ここから先はもう洞窟の廃墟、洞窟の動画になってくると思いますので、また見ていただければと思います。で、その後はいよいよ琉球の最強心霊スポット四天王の一つのどこかを探索して、取材班ドキュメンタリーシリーズシーズン2終わりということで、次のシーズン3に向けてまた準備を進めていきたいと思います。では関東衛星企画ここで終わります。取材班ドキュメンタリーシリーズ高千でした。次回の廃墟探索でお会いしましょう。